ちは、料理人の坂本です。今日はクジラを使ったクジラ肉じゃがラタトゥーユ風を作ります。まずじゃがいもを食べやすいサイズに切っていきます。玉ねぎは中を外して同様に切っていきます。人参を乱切りにします。インゲンを塩茹でしていきます。糸こんにゃくを湯がいていきます。ザルにあげた糸こんにゃくを流水で洗っていきます。ニンニクを1/2みじん切りにします。ではオリーブオイルで炒めていきます。うっすら色がついてきたら玉ねぎを加え、さらに炒めていきます。クジラ肉を加えていきます。糸こんにゃく、人参、じゃがいもを加え、さらに炒めていきます。だし汁を入れていきます。酒を大さじ2杯、みりん大さじ1杯、砂糖大さじ1杯。煮立ったら火力を少し小さくしてアクを取っていきます。じゃがいも、人参に火が通ったらカットトマトを入れていきます。最後に醤油を加え、人参を添えて完成です。クジラ肉じゃがラタトゥーユ風できました。ご家庭でもぜひ作ってみてください。